今日は昔の人が恐れた死者の災いの正体についてお話ししたいと思います。死者の災いでいうと代表的なものは幽霊。しかし日本でいう幽霊の概念が一般的になってきたのは比較的近年とされています。おそらく江戸時代頃だとされています。江戸時代の落語や歌舞伎、あと浄瑠璃などの影響、あと絵画とかですね、そういったものの影響でその今まで見えなかった幽霊像というのが一般の人にも認知されてくるようになった。それ以前の日本では幽霊ではなく怨霊が主流なんですね。この幽霊と怨霊の違いとは何か。怨霊というのはその分かりやすく言うと恨みを残して死んだ人間、例えば災いだとか飢饉だとか戦争だとか戦とかですね、未練を残して死んだ、強い恨みを持って死んでしまったものというのが怨霊になるとされていて、あまりの念の強さからあらゆるたたりを起こした、なので神社だとかに祀られるようになって、その怒りを鎮めようとしたわけですね。例えばあの菅原道真だとか崇徳上皇、あの平将門なんかもこの有名な三大怨霊とされてますけども、このいわゆる有名な怨霊たちっていうのはちゃんと祀ってあげることによってその神様として扱われることが多いです。いわゆるこれが御霊信仰になります。怨霊なんですけども、この祀ってあげることによってその力を利用していい神様として、そのパワーを得るようになったのがこの怨霊の方ですね。もう一つ別に幽霊なんですけども、亡くなった人がまだ未練を残して、ただそこ怨霊ほど強い念を持っているわけでもないけども、まだ成仏できずにその辺に漂っているという考え。有名なのがお岩さんなんですけども、お岩さんがちょうど幽霊と怨霊の中間あたりの存在ではないかなと。お岩さんもちゃんとお祭りされているので、ちょうどこのあたりが怨霊と幽霊の境目あたりではないかなと思ってます。そして怨霊や幽霊とはまた違う人々が恐れていた死者の災いがあります。それは魔物や悪霊といった存在。では魔物や悪霊とは、そもそもですね、人間の魂というのは2つの種類があるとされています。それが魂魄と言われる魂の部分と魄の部分なんですね。でこの魂の部分、いわゆる魂と書きますけども、これは人間の体の中に入っているもので、死後供養することによって成仏して仏の世界に行くと考えられています。特にこちらの魂の方はあの悪影響はないんですけども、問題なのはこの魂魄の魄の方なんですね。魄っていうのは要は人間の中のこう入っていたエネルギー体のようなもので、そのエネルギーっていうのは人の死後やがて自然の中に溶け込んでいって、例えば樹木だとか土だとか風とかになって自然の中にさまようことによって、やがて山の神だとか水の神だとか他の神だとかっていうふうにして流れて消えていくものなんですけども、これがエネルギーなのでその場にとどまるんですね。魄がとどまった状態、それって土の中にまだいたり死体の中にまだ宿っていたりもするんです。この魄は本当にエネルギーなので、これがいろんなものに取り付いてしまうんですね。この魄が取り付いてしまったのがいわゆる魑魅魍魎と言われる、例えばボロ雑巾なんかに取り付いてしまったらボロ雑巾の妖怪、茶碗に取り付いてしまったら茶碗の妖怪、これがいわゆる動物に取り付いてしまったら魔物というか、そういったものになっていくんですね。でこの魄の部分、この魄が人間に取り付くといわゆる憑依された状態になってしまうとされたので、この魄の扱いというのが非常に皆さんデリケートに行っていたと。むしろ埋葬とか供養とかこの魄の扱いをきちんとすることだったと言えるのではないでしょうか。当時の弔いや埋葬の風習からはこういった得体の知れない魄に対する恐れがあったのではないかと思います。有名なのは枕返しだとか屏風返しなどがありまして、これは、死者がいる部屋の屏風を逆さまに置くことによって魔物がその方向感覚が分からなくなる、つまりどこにいるのか分かんなくするためにこう悪霊を惑わせて追い払うだとか、そういったものがあったり、あとあの亡くなった方の胸に刃物だとか石を置いて、それにこの魔物が入り込まないように、
つまり守り刀のようにして置いておくだとか、墓地に向かう途中、延べ送りに向かう際に出発するときに家の前に仮の門を作って、ここから出ていくんですね。その仮の門は出て行った後に焼いてしまう、燃やしてしまうんです。これは仮門というんですけども、いわゆる死者がもし蘇って戻ってくるときに出て行った門が分からなくなってしまうので、これを防ぐためのもの。その他にもですね、葬儀場からの帰り、延べ送りの帰りには、来た道とは違う道を通って帰ってきたりだとか、後ろを振り向かないで帰ってきたりだとか、葬儀場に向かう途中、延べ送りに向かう途中に吐いていったわらじを捨てるだとか、燃やしてしまう、もしくは、海水で清める、いわゆるこのみそぎを行うなんていうのも、これは全部魔除けの風習だとされています。あまりにもこの魔除けの風習っていうものが長い歴史があるもので、はっきりとした由来まではわからないものがかなり多くあります。他にも、奇妙な風習がいろいろありまして、例えば石川県の能登の方では、一つの家から1年以内に2人死者が出ると3人目も連れて行かれるという迷信があったので、代わりに人形の葬式をしてこれを回避するなんていう話もあったりします。まあ地方文献とか全部読んだんですけども、写真も1枚もないけども、あることは確認できている。これもおそらく明治まで行われていた柳田国男の時代ですね。この他にも、陵墓制といって、亡くなった方の遺体を埋める墓と魂を埋める参り墓を2つに分けて、一つのものが一緒にならないように分けるという風習もありました。この参り墓、例えば自宅の敷地内だったり近くのお寺だったり、割と参りやすい身近な場所に建てることが多かったようです。で、その参り墓の方に、親族たちは、何も遺体とか入ってないんですけども、魂が入っている、今でいうお社のようなもの、お社だとか祠のようなものだと思っていて、そちらの方にお参りをするというのが、昔の人たちの陵墓制の残るところの、供養だったと言われています。当時の考えでは死体そのものっていうのはそこまで重要視されていなくて、問題なのは魂の方であって、この魂が、ちゃんと成仏できるように見守ってあげる、先祖の祖霊となるための、祖霊というのは先祖の霊なんですけども、先祖の霊になることによってその魂が浄化される、そのためのお参りをするためのお墓、これが参り墓、梅墓と参り墓の2つを持って陵墓制としている。今この陵墓制が残っているのは滋賀県だとか福井県の若狭の方に一部あるとされていて、以前は割と多くの地域で見られたと言われています。このように昔の人々はあらゆる方法で死の恐怖に対抗した。現代の感覚で考えれば矛盾していたり意味が分からなかったり、同じようなことを2回やっていたりと疑問を持つ風習もあると思います。しかし今でも死者を怖いと感じる思想は変わらない。かつての風習の名残が今でも残っているし、理由がわからないけど形だけ残っているものなどが多く残っています。幽霊談や、怪談話に人は、強い興味を惹かれる。これから先も人間の、死に対する恐れは、生き残り続けると思います。明日は変わった埋葬方法についてお話ししたいと思います。ここでお知らせをさせてください。7月10日土曜日より配信開始となります人気オカルト番組緊急検証月物探訪に、私近森ふげしも登場させていただきます。4年ぶりとなる通常回のテーマに選んだのは月物。急に暴れ始めてわめきながら山に走っていくのを見たことがあります。とある井戸、誰も触っちゃダメ、その後すぐ急死。実際に私の体に取り付いた例なんですよ。日本で一番念の力がこもった人形だと僕は思ってます。緊急検証おかしいって言われて今日も一応こう除霊のスプレー持ってきたんで、だんだんちょっと不安になってきてたんですけど、うん、月物っていうのはいろいろ諸説はあるんですけども、この人がこう人を呪うというか、
そういったこの負の念から生まれたものなので、どちらかというと呪術ですよね。人間が生み出した呪術、そういったものをこうみんなで検証していくっていう番組です。でもちろん僕も地元のねまつわる月物の話だとかを用意してきたので、この皆さんぜひ見てもらいたいですね。皆さんのプレゼン全部気になった、全部興味あったんですけども、特にですね田中さんが持ってきたあの映像があるんですけども、その映像に映ってるのは僕らも衝撃を受けましたので、ぜひこれ皆さん楽しみにしてほしいですね。本当にびっくりしますよ。緊急検証月物探訪、7月10日土曜日よりネット配信サービスファミリー劇場クラブにて配信開始です。月額979円でシリーズ過去作を含む様々なオカルト怪談番組も視聴できます。詳細は概要欄まで。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。